ジュゼッペ・グリゾーに、王のオペラハウスでの仮面舞踏会1724年作、ビクトリアアルバート博物館像仮面舞踏会は、仮面をつけ、身分組成を隠して行われる舞踏会のこと。マスカレードやバルマスケとも、ベネツィアが発祥。また、音楽、文学他多数の作品に、仮面舞踏会やマスカレードという題名がつけられている。 シャルル6世の宮廷で起こった仮想舞踏会の事件バルデ・アーデンツ1450年から1480年頃の細密が仮面舞踏会は参加者が仮面などを身につけて行われる舞踏会などのイベントである。こうした集まりの起源は中世後期のヨーロッパ宮廷において行われた偶話的で凝った衣装による壮麗な行列や婚礼を祝う誇らしげな行進や その他宮廷生活における派手な催しや余興にある。代表的なものに仮想舞踏会がある。仮想舞踏会を舞台にした有名な惨劇として、百年戦争期のフランス国王シャルル6世の時代に起こった燃える人の舞踏会という事件がある。王妃ザボード・バビエールは、次女の一人の婚礼を祝して1393年1月28日に大規模な仮想舞踏会を開催した。 シャルル6世と5人の貴族は、アマと松ヤニで体を覆い、ケムクジャラの森の野蛮人に扮して、互いを鎖で繋いで踊るバルデソバージュをしようと、したが、松松に近づきすぎて衣装が燃え上がり、シャルル6世は助かったものの4人が消失するという事件になった。シャルル6世はすでに、イングランド軍に対する敗戦でショックを受けていたが、この後急速に精神を病むようになった。 こうした仮装による舞踏会は、ブルゴーニュ公国の宮廷では特別の機会に行われる贅沢な催しであった。仮装と仮面をしたベネツィアのカーニバルの参加者これらのイベントや行進をもとに15世紀のルネサンス期のイタリアで参加者が仮装して出席する公的な祭典が催されるようになった。これらは一般的に上流階級の船員のために行われる凝った 舞踏会で、特にベネツィアでは、仮面を被って行われる、ベネツィアのカーニバルの伝統と結びついたため人気を博した。17世紀から18世紀には、ヨーロッパ大陸全土の宮廷で、ベネツィア式仮面舞踏会は人気となった。あまりに人気を博しすぎたため、仮面舞踏会は風紀を乱す元凶であるとして、マリアテレジアに代表されるように禁止令を出した人物もいた。 また仮面舞踏会はしばしば悲劇の舞台にもなった。スウェーデン国オーグスタフ3世は1792年、仮面舞踏会の最中に、彼の統治に不満を抱く貴族、ヤコブ・ヨハン・アンカーストレムによって、ピストルで暗殺された。この事件は、ウジェーヌス・スクリーブのオペラ、ギュスターブ3世や、ジュゼッペ・ベルディのオペラ、仮面舞踏会の題材となっている。ロンドンの劇場での仮面舞踏会、 18世紀後半イギリスではヘンリー・パッセイの時代から上流階級の楽しみとして仮面舞踏会が催されるようになった。18世紀初頭にロンドンで行われた仮面舞踏会はチケット制で武器を持たず仮面をつけていれば一般大衆でも参加できた。服装も自由であり、異性層や上流階級の人々による無産階級の紛争などが流行した。 上流階級の人々には階層ごとに定められている細かい対人規範や行儀作法があり仮面舞踏会の最中には仮面による匿名性によってその抑圧から逸脱することができた。ヘンリー・フィールディングの仮面舞踏会やジョセフ・アディソンのスペクテーターでは当時の仮面舞踏会の様子や羽目を外す人々の心理が描かれている大胆な内心のトロや 公然と行われる密通など、仮面舞踏会には、不謹慎な行為や因行が蔓延していると批判する、声も多かった。ヨハン・ヤー・コップ・ハイデガーは1710年に、ベネツヤ式の仮面舞踏会を、ロンドンのヘイマーケット・オペラハウスで開催した。ハイデガーは、スイスの伯爵の名で有名人となり、18世紀のイギリス、及び北アメリカ植民地において、仮面舞踏会は、 大流行した。一方で、仮面舞踏会や、これを紹介したハイデガーに対して、道徳や倫理を麻痺させるという厳しい非難が、各界から浴びせられ反対運動も起こった。ウィリアム・ホガースは、仮面舞踏会の流星やハイデガーを風刺する版画を出版しているほか、仮面舞踏会の存在に反対する、物書きたちは、イギリス国内に反道徳性や、 海外からの悪影響を広める者として仮面舞踏会を批判している。彼らは権力者に対し仮面舞踏会反対の説得を行ったが、これを禁止するための手段の強制力は散漫なものにとどまった。仮面舞踏会は招待客同士のゲームとして開催されることもあった。仮面をした客たちは、招待が誰かわからないような服装をし、互いの招待を当て合う。 ゲームを行った。このゲームの影響で人物の正体を混乱させるためによりユーモラスに工夫された仮面が登場している。仮面舞踏会は今日も世界中で行われているがパーティーの雰囲気づくりが強調され社交ダンスの部分はあまり強調されなくなった。より砕けたハロウィンなどの仮装パーティーがかつての怪しい仮面舞踏会の伝統を受け継いでいる。 現在に残る代表的な仮面舞踏会は、ウィーン大学の同窓生らによる舞踏会、ルドルフィーナなどである。仮面舞踏会は、非常に絵になる催しであるため、文学や音楽の題材となってきた。エドガー・アーラン・ポーの短編、アカシビの仮面では、アカシビという薬病を逃れて、修道院に立てこもる貴族たちが開いた仮面舞踏会に、アカシビ患者を思わせる。 不吉な仮面を被った人物が現れる。ヘルマンヘッセの自伝的小説、荒野の狼では、チューリッヒの仮面舞踏会が重要な舞台となる。また18世紀イギリスの上流階級を舞台にした多くのロマンス小説では、仮面舞踏会が舞台となったりプロットを進める上での道具になったりする。ありがとうございます。